が来てくださりありがとうございました。ただ高田さんありがとうございますね。昼夜2回とも来てくださってる方もたくさんいらっしゃいましてありがとうございました。こんばんは。フォレストさんありがとうございます。マーサンさんありがとうございます。お疲れ様です。やっぱ夜は寒いね。ねえ、昼間とかはさ全然半袖でもいけるじゃんとか思っちゃうけどね、夜は半袖じゃ生きていけないね。ワレスさんありがとうございます。北さんありがとうございます。ね、やばいよね寒暖差。トムトムさん、ボーちゃんさん、天球さんありがとうございます。たっちゃんさん、ウゴウゴさんありがとうございます。ドゥルルンさんありがとうございます。髪切ってからの公演はなんか意外と好評なのでよかったです。そう、意外となんか自分が思ってた、自分はちょっとはなんかね、そうなんか自分は不安かなとか思ってたんですけど、なんだかそう思ってたより好評だったので良きですねと思いました。福清さん、ただの魚さん、たっちゃんさんありがとうございます。きょさんありがとうございます。そう、夜は邪気の生誕祭だったのでリンゴになりました。しんじいちゃんさんありがとうございます。そう、リンゴになったよ。しんじいちゃんさん、はるみさんありがとうございます。よいしょ。シャキシャキきゅうりさん、はるみさんありがとうございます。ジャージはそう、ぶどうのやつ、上下今ぶどうだから私今ね全身紫。外は歩けない。外歩くのはちょっとね恥ずかしいかもしれないけど、お家の中だったら全身紫。レム太郎さん、ウゴウゴさんありがとうございます。ジッパーはね申し訳ないですね。会えた時もそう、ジッパーとちょっと仲良くならない時があります。気をつけます。メフィラスさんありがとうございます。こんばんはね、赤と紫。うわー、マンチクさんありがとうございます。だから紫が恥ずかしいっていうよりかはなんだろうね、可愛いんだよ、可愛いんだよ、お洋服可愛いんだよ、ただ目立つよねっていう。たっちゃんありがとうございます。うーん、眠たい、どうでも眠たい。ジッパーのなんて言うんだろう、ジッパーって脱いだらなんかレースがすごいある服になるんです。なんて言ったらいいのかな、あの脱いだ後の服ってすごいレースがいっぱい使われてるから、たまにジッパーがレース噛んじゃうんですよね。そう、そうなるとああなります。ごめんなさい。ただの魚さん、ひまわりさんありがとうございます。くんちゃんさん、たっちゃんありがとうございます。お疲れ様です。ね、これさ、これ着て歩いたらね分かりやすいよね、迷子にならない、迷子になっても見つけやすそう。パンダさん、くまけんさん、はるみさんありがとうございます。そう、チャックの滑りというか、そう、衣装をたまに噛んじゃうのさ、そう、あっってなる。いいさん、ありがとうございます。みなちゃん怖くないよ、優しいよ。ドド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 ド。そんな暇あるという感じで次回頑張ります。次回やってるか分かんないけど次回ジッパーやるとき頑張ります。BB さん、おもんな人さんありがとうございます。
今日はりかしまつげいい感じに上がりましたね。前に電車でりなちゃんと電車で電車3人で乗ってたことなんかあるかわからないけど、はるみさんありがとうございます。下にもぶどう、そ下にズボンも後ろにポッケがあるんだけど、後ろのポッケにぶどうがついてるよ。そうチョコレモンさんありがとうございます。すごい着心地がいい生地なんです。なんていう生地なんだろうか。すごくね着心地のいい生地でリラックスできます。なんなんだろうこの生地。ポリエステル、ポリウレタン、ポリエステル、ポリウレタンだって。しんじいちゃんさんありがとうございます。空港、あーなるほどね、電車、あーなるほどね、確かに空港の帰りとか。あくびしました、眠たいです。紫も好きですよ。この風船は取れて飛んでいっちゃいました。熊本のお偉いさん本当にいらしてました。はい本当にいらしてましたよ。終わった後になんか反応すればよかったかなって言ってました。言ってらっしゃいました。あノリノリだと思って。北さん、安倍川持さんありがとうございます。ぶどう以外にもいっぱいある。果物とか食べ物が違うとこの色が違う、紫じゃない、かわいいの、いろいろありますよ。マサーレポーさんありがとうございます。しっぽ久しぶり、ちょっとぶりかな、ちょっと前にやったかな。そうお偉い、そう本当にあの熊本のお偉いさんがいらっしゃって、そう MC でお話ししたらやっぱちょっと手とか振った方がよかったかな。こんばんは。来週も、そう来週も26日にお邪魔します。北の住人さんありがとうございます。なんかこれね、こういうのジャージ以外にもなんかブドウの柄がいっぱい書いてあって、ブドウって書かれた T シャツとかなんか靴下とか、まあ、ブドウ以外にもいっぱいあるので、トレーナーとかもあるので、そう可愛いので、そうおすすめだよ。そうしたらそう普通に熊本から、そう知ってるファンの方で熊本からいらしてる、そうファンの方が手振ってたからうーんと思って、そうちょっといじっちゃった。こんばんは。そう手振ってた方がそうなんかシルエットで、ああの人熊本の人だと思って。私推しの方ではないんだけど、そうたまにね、そうおしゃべりをねしに来てくださって、知ってる方だったので。いじってしまいました。修学旅行行ったきり、うーんぜひぜひいらしてください。ビーバーさんありがとうございます。こんばんは。お待ちしてますよ。くしゃみがです。熊健さん、青いたぬきさんありがとうございます。ショーヘルさんありがとうございます。ジャージとヤンキーギャル。これでさ、この前のつけまとかつけてたらね、ちょっとまたギャルになるかな。確かになんか、確かにそんな気がするのはすごくわかる、共感。バウチさんありがとうございます。
すごく共感でした。まつげ見せたい。コンビニの前で座ってドンキにいそう。ドンキとかコンビニの前にいそう。バウチさん、マキーサさん、ありがとうございます。思ったより髪色明るかった？明るかった？やっぱ照明とか当たると明るく見えるのかな。なんか自分でさ、すごく暗く見えるのよ。あんま自分でも見れないんだけど、自分の髪の毛。そう、暗く見えたかも。そんな暗くないんだね。なるほどね。意外と明るいんだ。そうなんだね。自分でもわからないの。まだね、そう、なんか自然光の下で写真撮ってないからわからないんですよね、自分でも。よく明日外に出る機会があれば自然光の下で自分の髪の毛写真撮ってみる。パシャリ。はるみさん、ありがとうございます。なるほどなるほど。かふう。あ、意外と、あ、そうなんだ。まあ良いですね。ショールームで見るとね、やっぱ色が全然違く見える。今日は日曜日。明日、うん、嘘嘘、今日土曜日か。嘘ついちゃった。みんなの休日一日減らすとこだった。明日が日曜日か。なるほどね。もう眠たい眠たい眠たいと思いながら、でもまだやらないといけないことがあるから、やらないといけないことを終わらせてから寝たいと思います。たっけいさん、ありがとうございます。たらたんたんさん、ありがとうございます。こんばんは。最近 Amazon プライムでマイファミリーっていうドラマをね、もう一回見てるんですけど、はい、もう頭の中が主題歌でいっぱいです。バウチさん、ありがとうございます。ウルさんの主題歌で頭の中がいっぱいです。くまけんさん、ただの魚さん、ありがとうございます。うん、 TBS さんのドラマ、日本のドラマだよ、マイファミリー。トレインループすごい面白い。今ね4話まで。そう、娘さんが誘拐されてしまうっていう、そうお話なんだけど、娘さんが誘拐されるだけで終わらないんですよね。そう、それからどんどん続いていくんだけど、そう、まず娘さんが誘拐されて、娘さんが保護、娘さんをね、そう、無事にね、そう、誘拐犯の方からね保護するとこまで見た。ようさん、北の住人さん、ありがとうございます。まさるさん、ありがとうございます。そうマイファミリー見て、そう、もう一回見直してるの。すごくね面白いので、今4話かな、次5話ぐらいですね。1517日、ありがとうございます。1517、ありがとうございます。たたたんたんさん、しんじいちゃんさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。見たことない人がいらしたら見てみてほしいですよ。面白いです。 Amazon プライムで見れます。何言うてんじさん、ありがとうございます。そんなこと中目黒さん、ありがとうございます。すごい名前の口が。こんばんは、おめでとうございます。ありがとうございます。そう、おすすめですよ。面白いです。 Amazon プライムにね入ってる方はぜひご覧ください。ネットフリでは見れなかったですので、アマプラ会員の方はぜひ。そうだ、洗剤買わなきゃいけないんだ私、忘れちゃダメ。
忘れちゃダメ。今期のドラマはね見てないですね。なんかもう最近ドラマが追いつけない。なんかうん、だからなんかネットフリとかアマゾンプライムで配信してくれるのを待ってる。で配信してくれるようになったら一気に見ようと思ってる。ひさしさん、北さん、ありがとうございます。今日何が面白いのかも全然ね知らないです。今期のドラマなんだか追いつけなくなっちゃうなってしまいまして。私今アマプラでマイファミリー見てる。そう、もうね追いつけない追いつけないってなってしまって、記憶喪失の人が5人くらいいるらしい。今期のドラマ5人いるの、今期のドラマ総数。もう頭抱えちゃう。ね、全部見てる人さ、この人も記憶が、この人も記憶がってなっちゃうんだ。5人は多いね。確率高めですね。高いな確率。ね、たまたまね揃っちゃったのかな。ね、たまたま、じゃあ今期はこのドラマでいきますってなった時には、ここにも記憶喪失の方がいらっしゃって、あっこにもいらっしゃるね。こんばんは。忙しいですね。こんばんは。いやあ、そう、一つのドラマで5人じゃなくて、一つのドラマで5人はもうカオスだから。話進まないからね、それなっちゃったら。一つのドラマで5人の人がってなってたらもうカオスですね。誰が話進めていこうかってなってしまいますからね。だから今期やってるいくつかのドラマの中で、そう 5人の方ぐらいがいらっしゃるみたい。1個でこれはちょっとカオスですね。ミスターホワイトさん、ありがとうございます。うん、初めましてってなってしまうからね、よくないですね。びっくりびっくり。明日ティーカ、いいな、可愛いじゃん絶対。いいのいいの、ニコシャーン。電気さん、ありがとうございます。可愛いんだろうな。キャー。叫ぶことによってどうにかあくびを隠そうとするというけどね。もうすぐネイル買いに行く。ちょっと本当に伸びた、やばい。やばい。そう、超可愛いんだけど、そうすごく爪が伸びてしまったから買いに行かないといけない。かかえ、北さん、ありがとうございます。公園の前に舞鶴公園から、あ、舞鶴公園カレーフェスしてるんだ。なんかしてるなっていうのはなんかさ思ったんですよ。すごくなんかキッチンカーみたいに泊まってるなと思ったらカレーフェスだったんだ。いいなー、羨ましい。カレー食べたい。こんばんは。何のジャンルのドラマが好きかな。なんだろう、割といろいろ見るけど、あんまり出血しない人の血液があんまり出ない系が好きかも。熊健さん、ミスターホワイトさん、ありがとうございます。うん、見るときは見るんだけどね。まあなんだろう、血液少なめが嬉しいですね。次のネイルどうしよう。キャーキャー。また可愛くしてもらいに行ってきます。
ドラ以外の海外ドラマ見たことあるよ。今ね止まってるんだけど2つ見てた。あれとあれ、あれとあれ、どっちもネットフリに見てた。忘れちゃったすっぱり。どっか進撃の巨人、進撃の巨人はもう1話でもう心がってなっちゃった。ママが食べられた瞬間だってもうダメだった。キラキラの、そうギャルコンサートするって知ってたから、そうちょっとキラキラにしたの。忘れちゃったな。あ、思い出した。一つめっちゃ医療系なんだけど、グッドドクター、グッドドクターだってる。日本でもやってたけど、そう日本じゃない、グッドドクターと、なんだっけ、めっちゃ弟が頭いいのめっちゃ弟が頭いいの。なんかお兄ちゃんと妹と、3兄弟で、お兄ちゃん男の子妹なんだけど、この弟が超頭よくって、お兄ちゃんと一緒に小学生なのに中学校か高校に入学するんですよ。中学校だったかな、なんかね名前忘れちゃった、題名忘れちゃったんだけど、それ途中までね見てね、途中で止まってる。なんだったか、三兄弟の真ん中の男の子がめっちゃ頭いいので、もう飛び級をしてしまって高校に入学するのかな。でお兄ちゃんと同級生になっちゃうの。題名忘れちゃった、ネットフリです。はい情報少なドラマ、忘れちゃった題名、誰出てたかもわからない、日本のじゃないから。忘れちゃった、いつか思い出したら言うね。パー、くしゃみが出そう。あー、それだ、すごい、ヤングシールド、それだ。それすごい、私のこの少ない情報量ですごいありがとうそれです、ヤングシェルドンってやつですね。すごい、私のこのね、もう参考にも1ミリも参考にならないようなね情報量ですごい。そうです、そうです、それです。ネットフリに入ってる方は見てみてください、面白いよ。ちょっとまだ全部見れてないけど、すごいね私のこのね、すっごい少ないありえないぐらい少ない情報で探偵になれるコナンくんだ。ちゃっちゃっちゃ、違う、これ違う、これじゃん、情熱大陸。なんかたまにさ、コナンくんのさ、あの歌を歌おうと思ったらさ、情熱大陸歌っちゃわない？私だけ？カープさんありがとうございます、ありがくもん、ありがとう。りょうたくんありがとうございます。チャラチャーチャーを歌いたくなら、な、歌いと歌おうとしたらチャッチャッチャーチャッチャーって言っちゃうのどうしてもその情熱大陸に行っちゃう、何回か、何、3回に1回ぐらい情熱大陸に行っちゃう。チャラチャーチャーって行きたいのになんか結構似てない頭、チャ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 とさ、チャラチャチャってならない結構いくと思うんだけど、私はてか私は結構いってるんだよね。北の住人さんありがとうございます。結構高確率で、そう結構違う、チャラチャ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 なんかね言っちゃいがちなんだよね。
チャラチャーチャーチャラチャーチャーチャーチャララ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 ラッタタラダタタ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 タチャラチャラチャラチャーチャー。たまにさ映画とかでもさ、最近あんまりないかな、あの歌詞付きがあるじゃん。なんか昔はよくあったけど最近はあんまりない。そう、たまに歌詞ついてくるとさ、なる。ちょっと嬉しくなっちゃう、ちょっと湧いちゃうよね。なんか基本的にチャラチャチャってコナン君って音楽だけ、メロディーだけ流れるんだけど、たまに歌詞も乗ってくる。そう、昔はねよくね、歌詞、そのなんだろう、一番最後にもうなんか犯人の人が分かって、なんか犯人の人が分かった後にもう一回なんかあるじゃないですか。わ、姉ちゃん危ないとか、わ、コナン君危ないとか、ちょっとなんか命の危機に襲われる時とかに流れるがちな、そう、流れることが多いんですけど、たまに歌詞付きの時とか、ちょっと湧いちゃう。歌詞があると思って。最近あんまないんですけどね。最近歌詞なし、メロディーオンリーの方が多い。そういう時に流れるよね。もう犯人も分かって捕まえたんだけど、蘭姉ちゃんやコナン君の命が危ないよっていう時にね、流れがち音楽。そういう時はそう、大抵ね、そういう時は歌詞、そういう時に歌詞がある時とかある。歌詞あるんですよ、ちょっと忘れちゃったけど。だからクライマックスですね、本当にもう本当の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 最後らへんに、そう、流れる。あなた、あなただって気がする、確か。チャラチャーチャーはあなただって気がする。うん、なんか聞いてみて、こんな歌詞なんやって、そう、ちょっと衝撃を受けますよ。聞いてみる か、 なんか映画見てみてください。そう、女性の方が歌ってる。さっちゃんありがとうございます。チャ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 マキーサさん、ありがとうございます。カープさん、ありがとうございます。うつむくだった、あなたじゃなかった。歌詞全然違った、すごいあなただと思って、すっごいあなたにしっくりきてたらうつむくだった、悔しい。うつむくその背中にだった。全然あなたじゃなかったんだけど、文字数も違った、悔しい。結構あなたにしっくりきてたとこはあった、申し訳ないです、失礼しました。シンディちゃんさん、ありがとうございます。うつむ、確かにうつむくってやれたらうつむくだな。結構あなたにもしっくりきてた部分はあった、悔しいな。あなたのみたいな。そう、あなたにか、あなたのかと思ってた。うつむくか、そっか、確かに言われたらそうだな。作詞してた、よくなかった、危ない危ない。あなたで止まっててよかった。あなたのか、あなたに止まっててよかった。その先歌ってなくてよかった。やっぱ情熱大陸の音楽ってたまになるよね。仲間がいたんだけど、あなたの
でもあれおかしくなっちゃうね。うつむくそのせいなんか思ってる。危なかった、よかったよかった、先の方まで思い出そうとしてなくて。いやね、自分でやってみようと思わなくてよかった危ないことが起きるとこでしたね。テルヤナンバーワンさんありがとうございます。すごい懐かしいアバターつけてるじゃん。いつ見てもやっぱちょっと気持ち悪いんだよねこのはるちゃんのこれはるちゃんのだよね、くどはるのだよしね、これね、すっごい久しぶりに見たこのアバター使ってる人。そう、なんか顔がさ犬なのにさ手足がすっごい細くて長いのがもうバランスがすごいんだよね面白い、本当に面白い、久しぶりに見たな、ごめんね、ちょっと気持ち悪いとか言っちゃってバランスが素敵だなって話でもそういうとさ、この私のさ今このみんな結構使ってくれてる人も多々いるさキュウリのアバターちゃんもねだいぶ昔のだもんね。何年前になるんだろう、4年ぐらい前になるのかな、もうこのキュウリさんも。テレさんフルート持ってんだよ。1周年でね作ったじゃなくて、なんかイベントでイベント達成したらあのアバター作れますよみたいな。そう、それでこうこの何このはるちゃんのやつも私のやつも作ったんだけど、ショールームの、ね、イベントでした。のっぷーさん、ただたんたんさんありがとうございます。私のファンの、キュウリ好きなのかな違うかなキュウリ好きなのかな、ありがたいですね。あじゃあし、なんかね多分そのタイミングで作ったのはどれかな、他の人がそのタイミングで作ってそうなやつはちょっとことなって、私の今のこの壇上にはいないかも、壇上冗談壇上壇上にはいないか。なんか結構5期生はみんな結構な人数が そのショールームのイベントに参加してアバターを作ったんですよね。そうそうキュウリちゃんがね第一ですね。そう、なんかショールームの1周年記念配信とかでそう配布するアバターは配布期間が決まってるんですよ。そう1週間とか決まってるんだけど、このキュウリちゃんに関しては今もなお配布し続けてるからそう今もなお配布し続けてるから、そう持ってる人がどんどん増えてくっていうそう、だいたいそうショールームの記念配信のこの今一番ね壇上登ってくれてる人でね使ってくれてるあのお団子の髪の毛してる私が描いたアバターとかはだいたい記念配信から1週間だけの配布ですよとかね決まってるんだけど、キュウリちゃんに関しては永遠配布ずっと配布今でも配ってるお疲れ様でした、ありがとうございました。無限キュウリなんですよこのエモちゃんのもね、どうだそうなのかな、ななみんちゃんありがとうございます。そうみんな確認したらね、なんかルームに来て何だったか何したらだったか忘れちゃったんだけど、でもそう多分ねそう結構なルームに来たら大体もらえるのかなって感じなので、そう多分みんなあのアバター着せ替えのところを見に行ったらキュウリちゃんいると思うよ使ってみてね
田さんありがとうございます。ギフト投げたら多分あのさキラキラ投げてももらえるんじゃないかな。欲しい子とかね、そうそうか欲しい子か、そうなのかね。まあ永遠に配布してますので、まだ持ってない方がいらっしゃいましたらぜひゲットしてください。多分これからも永遠に配布してるんでちょっと配布、うん、誰でも使って是非何かね着替えてみて。私の誕生日の日とかに着替えてみて。りょうたくんありがとうございます。永遠に配布してるからさ、私が誕生日の時みんな緑になってよなってよなってよめんどくさい人なんなくていいよ全然うつむくあいちさんありがとうございます。パパうわあそれも私、それはショールームの連続配信2周年の時に配布したやつ。お団子してるやつは風船が3つあるから3周年の時に配布したやつ。そう、1周年の時は風船が1個だけなんだよね。そうなの、そんな感じです。まさとしさんありがとうございます。そうそうそう、そんなね感じですね。私が今まで配布自分でデザインして配布したことあるアバターは4つ。そう、風船がね今のところ増えてますね。1周年2周年3周年で1個ずつ風船が増えてってます。うつくまさとしさんありがとうございます。うん、4周年は連続記念配信4周年迎えたんですけど、まだなんだろう、配信はしてないの、記念配信はまだしてないので、まあアバターはお楽しみにって感じでございます。長屋のひーくんさんありがとうございます。カーロー10個になるから空飛べてるかな魚屋サンタさんありがとうございます。5期生デビュー2000日は昨日じゃないかな確かね。ありがとうございます。2000日ちゃったみたいですね。すごい、そうやって数えてくださってる方がいらっしゃるなんてね、ありがたいですよね本当に。私たち全然自分たち2000なのへえと思っちゃってたからね、なんかお祝いしてくださってる方とかいらっしゃってありがとう。2000日だったみたいです。ありがとうございます。いつもこれからもよろしくお願いしますね、2000だってびっくり。何の4000ほぼ配信してるじゃん。お披露目して2000、今日が1500。ほんとだね、3分の1配信してるね。すごいね、配信とともに生きてるねね、すごく配信とともに生きてる。3分の1、そっか、4分の3配信してる。へー、すごいね、すごく配信と仲良くして生きてますね。イエーイ
確かにそう考えるとそうですね。デビューして2000だからね。びっくりだね。すごいびっくりだね。2000日中の1500ね、何日配信してるって。まあ最初の500日やってなかったんだけどね、ほぼ。お披露目してなんか配信ショールームできるようになりますよ。なんかそうやっぱお披露目してすぐはショールームできなかったんだけど、ショールームできるようになってから、そうあの最初やってなかったのよ。そうほぼ月に1回やったらいいかなっていう頻度の人だったの。そう喋るのがねまだ得意じゃなかったから、そう何喋ったらいいか分かんないと思って、そうちょっと苦手意識があったんですよね、ショールームに対して。そうまだ喋るのが得意じゃないからさ、こうやって一人でパーって喋るのがさ得意じゃないから、うーんってなってた時になってて、だからなってたから、月に1回配信したらふんふんふんっていう感じの頻度の人だったから、そうそうそう、その頃やってなかったね分を取り返すかのように、ね、取り戻すかのようにね、毎日やらせておれやらやらやらやっております。でもそう最初の頃はね全然しなかった。どれぐらいだから、それこそ毎日配信をするようになってからこんなにそのすごい慣れましたね。その毎日配信するまではもうできないよ、喋れないよ、何を喋ったらいいんだ、やだって、そのちょっともう本当に苦手意識がすっごい強かったんだけど、毎日するようになってからそうこんな風になれました。いつも見てくださりありがとうございます。テリアナンバーワンさんありがとうございます。カープさんありがとうございます。そう今ではペラ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 とお口が回ることです。眠たいと回らないけどね。気まずい顔。眠たいと口回らないんだけどね、今もなんか眠たいんだけど、今はちょっとなんか眠たい通り越してなんかやらないといけないことがいっぱいあるから、眠たいとか言ってられないなと思ってすっごい口が動いてる、うん、いつ充電が切れるかなって感じ。私の小学生時代の話が好き。私の小学生時代もね黒歴史しかないもんね、黒歴史しかないもんね。話せば話すほど出てくる。配信してていいな、うん、いいと思う。最近短かったからね、できる時にしとこうぜっていう感じなんだけど、眠たい時と寝起きね、わかるよね、ごめんね本当に。なんかもう眠たいと寝起きだとさもうさなっちゃうの、もうそうもううんってやって脳のね思考も止まっちゃうんですよ、ピタッと。現実逃避タイム、まあ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 、まあ、そういうと思う。そういうこともあると思う。まだ小学生の頃の話してないエピソードいっぱいあると思う。だって小学校6年間でしょ、6年間365日 ×6 でしょ、話しないこといっぱいあると思う。テストの話、あーあの私のチン回答ガシシとか。ちょっと日本語ね、日本語にちょっと弱いね、小学生小学校の低学年の女の子だったので、ね、私そうなんかね日本語に弱かった、日本語とカタカナになんか全般弱かったんですよ。だからなんか書き間違いとか多くて、一番の黒歴史ってなんだろうね、一番って言われたら難しいな、なんだろう難しい、一番何、逆にさみんながさ覚えてるとこでさ、覚えてない人はまあそういう覚えてないこともあると思う、うん。小学生の時の一番の黒歴史って何、一人称はね一番じゃない気がするんだよね、まだあると思う。何して生きてきたの、うん、
ランドセル6年間きれいに役目果たしました。まだねランドセル残してるよ。なんか汚れたら嫌だからビニール袋に入れて、そうほこりかぶらないようにして残してる。私めっちゃランドセル綺麗だよ自慢できるぐらいランドセル綺麗なんだろう、パジャマで登校、あーでも可愛らしいね。シチューぶちまけて、わあそれ結構罪悪感生まれるやつだ。ばあちゃんちだ、こやドットドット、あれはね結構ね全然あら一丁羅ですからあの頃の私そうランドセルすっごい丁寧に扱ってたからランドセルめっちゃ綺麗だよ。あのね潰れてないの、膨らみまだ全然膨らんでる木から落ちそっか、わんぱくだ。モニオーカー、なんだろう、口に出して言えないほどの黒歴史なんでかな、なんだろう黒歴史ね、なんか難しいよね。多分掘ったらねどんどん出てくると思うんだけど難しい。遊具から落ちる系が、あそれ痛いね。北の住人さんありがとうございます。なんだ、うん、忘れてることもあると思う。やっぱり本当に嫌で忘れてることもいっぱいあると思う全校生徒の前です。私全校生徒の前、全校生徒の前でスピーチしたよ一回。なんか2学期の振り返りみたいなをなんか発表しましたよ。2年5組田中よりとか言って発表した気がする。すっごい嫌だった。うん、北の住人さんありがとうございます。中学生の時にね、なんで選ばれたかね本当に分かんないけど、なんか謎に選ばれた。なんでだろう、本当になんでか分かんないけど、なんでか選ばれたの。マジでなんでだろうね、本当に分からないの、なんで選ばれたかケロックニさんありがとうございます。そうでもすごい嫌だなと思いながらスピーチしました。ステージの上に立ってなんか2学期の振り返りと3学期の抱負みたいなね、あるあるなやつ優秀な生徒だったのかな。はっ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 は、真面目ですからありがとうございます。私真面目なのでシンディちゃんさんありがとうございます。真面目な学生なのでやっぱり選ばれたんじゃないかなと思います。本当の理由はさっぱりわからないんですけど、なんだろうね、なんでかよくわかんないけどみんなの前で発表しましたはるみさんありがとうございます。先生に「えなんかやって」って言って、えー、何だろうと思ってね、なんで私なんだとか思いながら、不思議だなと思いながら、淡々と読んでしまいました淡々と読み終えました。
ああでも緊張、黒歴史じゃないけど緊張したのだったら、そう吹奏楽部だったんですよ私はね。中小中吹奏楽部で、なんか中学校の吹奏楽部って ABC パートみたいな、なんか人数によってパートが、人数が多かったらなんか B パート A パートとか、少人数だったら C パートとか、そう部員によってパートが違ったりするんですよね、なんかコンクールの戦う場で。だからまあ団体戦か、まあ、すっごいもうざっくり言うと団体戦か個人戦かみたいな感じで、そうコンクール同じ試合っていう、同じなんかそう高校総体とかあるじゃん、同じ総体の中でもなんか違うよみたいな、戦ってる場所違うよみたいなのがあって、そう私の学校はなんか規定の人数、そう規定の人数が決まってるんですよ。 ABC パートで20人とか30人とか50人とか決まってるんですよ。 B パートに出演する人は30人までしか出れませんみたいな、そうコンクールにね。で私の中学校がその規定の人数より、そう部員が多かったんですよ。そうあのそう部員が多かったから、コンクールに出れる人のメンバーをオーディションで決めるっていうのが毎年恒例だったんです。だからそう毎年、毎回かコンクールがなんか秋と、なんか冬場と夏に2回あるんだけど、まあ夏が一番大きいんだけどね、コンクールするたびにオーディションをね部活の中でするんですよ、コンクールメンバーを決めるために。ガッキーさんありがとうございます。で私なんかそのオーディションする日がたまたまなんかお父さんの妹さんの結婚式があるから、そうオーディション受けられないってなったの。結婚式行くじゃんそりゃ、うんそれは結婚式行かせてくださいって感じで、すいませんっつって、ちょっとあの何日あの結婚式があってみたいな、そうちょっとねって言って、そしたらなんかみんながオーディションを受ける日のちょっと前の日、2日前ぐらいに一人でオーディションを受けたんですよ。なんか普段オーディションを受ける時って先生が聞いてるとこと私たちが演奏するところに1個あのさ保健室のカーテンあるじゃん、あの布の布のカーテンあるじゃん、あれが1枚あるんですよ先生と私たちの間に、そうパーテンションがあるんですよ。誰が吹いてるかわからないようにするためにパーテンションを1枚さあのね置いて、じゃあ1番の人どうぞみたいな、2番の人どうぞみたいな、そう3番の人どうぞみたいな感じで、そう先生たちが誰が吹いてるかわからないように、そう誰かを明かさずにやってたんですよね。くまけんさん、げんちゃんさん、てるやナンバーさん、ありがとうございます。そうでもそう私一人でやるってなったから、あれ一人でやるってことはどうなるんだろうと思ったら、そう、まあね、吹奏楽部先生が3人いたんですよ私の学校。3人いて、いつも3人いてパーテンションを挟んで私たちだったんだけど、そうもうあれ私一人のどうなるんだろうと思って音楽室に一人行ったんですよ、楽器と譜面台を持って、やべ緊張するとか思いながら元ちゃんさんありがとうございます。超緊張するやばいとか思ってどうなるんだろうとか思ったら、そうまあね、案の定音楽室にパーテーションすらないんですよ。あれと思っておかしいぞ、おかしくはないかただの魚さんありがとうございます。そう一人で受けるから、そうあれパーテンションもないぞと思って、しかもなんか先生たちが40分になったら始めるよみたいな言ってたから、私は30分ぐらいによしよし行こう行こうと思って、やっぱ緊張する最悪と思って無理とか思いながら30分ぐらいに音楽室に行って先生たち待ってたんです。ちょっとまあ練習しながらねと思いながら練習しながら待ってたら40分になっても来ないんですよおかしいなと思うじゃんこっちあれ先生さあ40分からオーディション始めるって言ったのに来ないぞと思って、そしたらすっごい遅れてね、あの先生3人来たんだけど私その間心臓バクバクじゃん。なんかさ時間が決まってたらそこまでにさ心の準備を持っていけるじゃん、よし40分まであと10分だから
ちょっと心の準備しようみたいなできるけど、わかんないから過ぎちゃってるから、いつ来るの先生たちと思って早く来てくれないかなとか思いながら。元ちゃんさんありがとうございます。そう、顧問の先生3人いたから3人がゾロゾロゾロって来て、だいたい普段のオーディションはだいたい夏の大きいオーディション、その時夏の大きいオーディションを受けてたんだけど、夏のコンクールって課題曲と課題曲って言って、コンクール側が5曲ぐらい出してくる中で5曲のうちに1つそう選んで演奏してくださいっていう曲と、もう何でもいいですよっていう自由曲っていう2曲がある、2曲吹くんですよコンクールで。課題曲と自由曲を1曲ずつ演奏するんだけど、だいたいオーディションの時ってなんかどっちもやるんだけど、どっちも演奏するんだけど一部なのマジで。本当にじゃあこっからここまで、あの課題曲の中のこっからここまで吹いてくださいとか、自由曲の中のこっからここまで吹いてくださいとか、人数が7人とかいたら3人目とかで曲が変わるの、いや曲じゃなくて場所が変わるのなるんだけど、そうそうそう、そんな感じで普段やってたから、私もどこが来るかなとかちょっと山張ってたんですよ、ここ来そうだなとかそう、うわここ言われそうとか、課題曲のうわここやってって言われそうとか、自由曲のここやってとか言われそうとか思いながら、超そう結構山張ってここだろうなっていう、なんかすごい予想してて、そんな感じで待ってたな。そう、先生たち来るじゃん、じゃあ始めましょうって言われて、じゃ あまず課題曲全部吹いてみてって言われて聞き間違いかと思うじゃん、こっちは。こっちはだって普段さ一部分しかオーディションで吹かないの。タダタンタンさんありがとうございます。一部分しか吹かないオーディションをさ急にさ先生がよしじゃあ課題曲全部いってって言われて、全部と思ってなんか間違えたかな聞き取り方とか思って、でもそう案の定全部で、まあそう一人だから何時までに終わらせないといけないとか多分なかったんだろうね、制限時間が。だからのびのびオーディションしたんだろうね先生たちもこっちも手プルプルじゃん絶対なとか思いながら、まあ課題曲を全部吹き終わりましたってなるじゃん。そしたらまあ次ジェイクがもうその時点で結構メンタルやられてるわけですよ、え全部みたいな全部やるとか知らないしとか思いながら、なんで急に全部とか思ってメンタルボロボロになりながら次自由曲に行くわけですよ。でなんか自由曲が結構難しかったんです。なんかフルートって連符って言って、なんか1小節の中に16分音符がなんかそう音符が1小節8拍なんだけど、なんかそう32個あるみたいな、8拍の中で32個音符を弾かないといけないのみたいなすっごいなんかそう指をねたくさん動かさないといけない連符っていうのがねすごいたくさんパートとしてあるんですよフルートって。私フルートやってたんだけど、なんかその難しいところを全部言われて、じゃあまずここからここえ、そしたらじゃあ次はここからここ、そうじゃあ次ここからここみたいなんと思ってん何か間違えなんかねなんかうん思ってたんと違うとか思いながら、まこくまさんありがとうございます。そう何何何と思って知らないしと思ってへと思って、なんか一応さ自分がさ山かけてたとこは全部やってるの一応全部そう、ここだろうなとか思ってたところは全部そう やられて、そうオーディション休む代償なのかへーみたいな。でまあ無事に終わったんですけど、まあ、私が先にオーディションやってたから他の部員の人たちは後からオーディションをするんですよ。そう数日後とかにオーディションをするんだけど、やっぱ気になるじゃん、他のフルートパートの人たちはさ、えどこやったのみたいな、どこ言われたみたいな言うじゃん。そう言われるじゃん。そうやっぱりなんだろう、参考にしたいからさ、私もそう参考になるかなとか思ってオーディション行って帰ってきていざ言ったら、あごめん課題曲全部やった
自由曲あのここと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 ここやってよみたいな。なんか、うん、一個も参考にならない。普通ねここやったよとかここやったよとかだったら、あワンチャンねそこね来ないかもなとか、ワンチャンそこもう一回来るからもなみたいなね、ちょっとなんかどっちか行けるのに、えっとカネ曲全部やってみたいな。ちっとも参考にならないオーディションを受けて、そうもうね黒歴史じゃないけど思い出したくない思い出、もうあんな空間はもうね感じたくない。もう絶対になんか同じ空間に絶対にもう二度と戻りたくない。うん、すっごい戻りたくないの、もう嫌だと思う。黒歴史ではないけどね、一生戻れない、戻りたくない、もう二度と味わいたくない。そうトラウマ、そうなの、大きなトラウマ。ちなみに合否はそう、もうボロボロで、あ終わった終わったと思って、全然できなかった、終わった終わった終わったよこれはと思ったら、うん、なんか、うん、受かってたんだけど2回目で落ちた。きまず、はるみさんありがとうございます。きまず、だいたいなんか夏のコンクールが一番でかいんですよ、吹奏楽っていうのは。夏で大きいコンクールをするんですけど、夏のコンクールまでの間に、そう私の学校2回オーディションするの、大体1回オーディションして、その後にまあ一応オーディションでコンクールメンバーっていう、オーディション勝ったコンクールメンバーが決まって、まあ、一時期の間そのコンクールメンバーで練習して、コンクールメンバーじゃない人はまあ個人でパート練習をするんだけど、でその状態をしばらく過ごした後にもう一回みんなでオーディションを受けるんですよ、同じ形で。そう、もうみんな前回受かった人も落ちた人もみんなもう一回受けて、で最後のコンクールメンバーが決まるよっていう2回あるんですけど、あの1回目受かって2回目で落ちました。あれあれれれっていう。あれれれれっていう、そう私もね自分でも思う、あれれれってなったよね。そんな私のもう二度と戻れない。そうやって、まあわかんない、学校によると思いますよ、学校によってはもう学年のもう年功序列で決めるみたいな学校もあるし、私たちの学校みたいにオーディションするって学校もあるし、まあ、オーディションの仕方はね学校によってそれぞれだと思うんだけど、そうそう、だから1回目落ちた子も2回目で受かってコンクール出るよっていう子もいるんですよ、まあ、それは私逆パターンなんですけど。だいたいそう2回目のオーディション、本当にもうコンクールメンバーが決まりますっていう日に、だいたい AKB の総選挙があったんですよ、そう日にちががっつりかぶってるの、だいたい泣きながら見てたよね。ひとひとなんかね少々泣いた後にもう一回家帰って、やってました。そうせっかくねあんなね緊張感に耐えたのに、結局あのコンクールには出れず。感情バグって、うううう。でも本当にね毎回ね、ちょうどまあねあれじゃん、総選挙が6月とかでコンクールが7月とかなんですよね、大体だからちょうどね期間がね一緒で、毎年ううって、ううと思いながら
見てました。もう二度と戻れない、戻りたくない。もうあの緊張感には戻りたくないですね。まあまあ今はもっとね青春だよね。でもそう、なんかコンクール前って夏だから暑いから、その合奏みんなで練習するとき音楽室に集まるんだけど、暑いからエアコンをつけるんですよね。音楽室にエアコンがあるからエアコンつけるので、エアコンがここにあって風がこっちに流れますってなると、私たちはこっちにいるんですよ。で顧問の先生がちょうどエアコンの真下にいるの。だから顧問の先生は全然涼しくないんですよ。エアコンの真下にいるから顧問の先生だけちっとも涼しくないの。でも私たちはこの冷たい風がガンガンこっちに来ているから、ここにいる私たちはもう寒くて寒くてたまらないんだけど、そう真下に、そう先生真下にいるから風が来ないんですよ。なんて言ったらいいのかな、エアコンがこういう壁に挟まってこうやって出てくるタイプじゃなくて、こういうなんかこういうティッシュの箱みたいな感じで、あのこっから風が出てくる、こうやって これが壁だとするじゃん、こうやってついててこう出るんじゃなくてこう出るタイプのエアコンだったの。だからここにいる先生ちっとも涼しくないんだけど、もうここにいる私たちは超もう冷気ガンガンなの。あーそう、すっげー寒かったっていう。八王子さんありがとうございます。だから先生はもう暑いわけよ、だから温度低くするわけじゃん。そうね。しかもなんか楽器って気温によってなんか変わるんですよね。ピッチって言ってなんて言うんだろうな、なんか同じ音階でもなんかピタッと当てはまるところ、音階の息がこのぐらいあるとしたらここに来ないといけないのに、ここにいる時とかなんかちょっとなんか低い高いとかが同じ音を出しててもぴったりここに来なくて、ちょっと低いとかちょっと高いとかあるんですけど、なんか寒いと、だからなんだろうな、みんなで吹く時にここに来ないといけないのに、ここにいる人、低い人とか高い人がいるとなんか同じ音をしてるのに、なんか不協和音という、不協和音とまではいかないけど気持ち悪く聞こえるんですよ。同じ音を出してるはずなのに低い人とか高い人がいるとすっきり聞こえない、そうってあるんだよ。でこの低い高いが、楽器がその気温によって変わるんですよ。冷たくなればなるほどどん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 低くなって、低くなりやすくなるの、もう楽器が冷たいから。逆に楽器があったかくなればあったかくなるほど、そう高くなりやすくなるんですよ。でも私たちはずっと音楽室にいて、そうもうエアコンガンガン、でも先生はそう真下にいるから暑いからずっとエアコンガンガンで、みんな楽器が楽器が冷えると思いながら、だから待ってる間に楽器が冷えないように音鳴らさないように、そうなんか他のねパートの人が演奏してる間に音を鳴らさないように必死にあの息を吹き入れて楽器を温めたり、そう楽器を温めたり、もう低くなるって分かってるからちょっと高めに作るとか、ね、高めに合わせるとか、そうやってて、そうでもそう、それがずれてるとすごい怒られるんですよ。ずれてる音を出してると先生がこっちを見てくるの。なるの、自分で演奏して分かるんですよ。あ、違うなって。私今合ってないなっていうのが分かるの。それでやばいと思ってパッて先生を見たら目が合うのよ。うんと思って。あ、先生と目が合ってると思うの。
鍋ちゃんさんありがとうございます。わー怖いってなる。わー先生だーと思って。私今すごく先生と目が合ってると思ってね。キャーと思うから、ハラハラドキドキ。夏場の音楽室はハラハラドキドキしてました。狂いがちだったから。でもそういうなんか狂ってる人がいっぱいいたりすると、もう吹奏楽部の人は吹奏楽部の人が言われたら一番嫌な言葉ベスト3に入ってくる。一人ずつ吹いて。ロデムさんありがとうございます。あまりにもそう、もうなんかね気持ち悪い状態が続いたりすると、そうみんなで吹けば怖くないのに、吹奏楽部の人が言われたら嫌な言葉ベスト3には絶対に入る。じゃあ一人ずつやってみて。そう、その時間が来るの怖いよね。まあそれも青春だよね。さあ55分になったのでランキングが見ます。そう、まああの緊張感はね、もうね戻りたくない。戻れない。あの緊張感はもう戻れないですね。そう、多分吹奏楽やってた人はね、多分ねみんな共感してくれると思う。嫌な言葉一人ずつ吹いて。カズ27さんありがとうございます。ではランキングあります。13位たっちゃんさんありがとうございます。12位くまけんさんありがとうございます。11位ひまわりさんありがとうございます。10位まきいささんありがとうございます。9位ただたんたんさんありがとうございます。8位ただのさかなさんありがとうございます。7位しんじいちゃんさんありがとうございます。6位きたさんありがとうございます。5位はるみさんありがとうございます。4位ばうちさんありがとうございます。3位てるやナンバーワンさんありがとうございます。2位カープさんありがとうございます。1位北の住人さんありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。皆様ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみー。